お花喜ぶ力こぶ。ということで、横山園芸の横山です。今回はクリスマスローズの往内、まあ中内から往内、もう去年花が咲きましたよとか、何年も育ててますよっていう株の植え替えをしていきたいと思います。ご紹介したいと思います。で、今の時期はね、秋、先ほどこの間の前回の動画でも、ご紹介しました小さい苗もすごく一番クリスマスローズにとっては、動く時期です。成長する時期です。なので、この時期に植え替えをしましょう。ということで、あまりクリスマスローズっていうのはね、根が詰まりすぎたりだとか、狭い場所に植えられると花が咲かなくなる。どういう現象かっていうと、こう、ちっちゃい葉っぱがいっぱい出てきたりだとか、とにかく花の数が少なくなるっていう傾向があります。なので、そうなる前に本当は植え替えをしたいというところです。で、例えば園芸店で、去年買った株、春に植え替えられませんでしたよっていう方は、もう必ずと言っていいほどやってあげた方がいいです。で、例えばこの株、鉢を抜いてみたいと思います。ちょっと見てくれる？はい、こんな感じ。ね、こう、白い根っこが動いてるのが分かりますかね？はい、これもまさに成長してますよという時期です。ね、やっぱり根っこは下の方に張りやすいっていうのがよくわかるかと思います。じゃあ、この株をどういうふうに、植え替えていくかというところで、じゃあ、ちょっと引いてくれる？で、ここで、使う横山園芸、横山直樹が使ってる武器なんですけど、こう、叩くゴム槌。これはまあ、あってもなくてもいいです。あると便利よという道具です。で、次。こちら。熊手のようなミニ熊手、根っこをほぐすための道具です。まあ、ない人はピンセットでもいいです。まあ、フォークでもいいです。極端な話。使っていきたいと思います。で、まずクリスマスローズってね、このまんまやっても、なかなかほぐれないという人が多いんです。なので、こういう四角い、レンガの硬いものの上で、こう、軽く叩きます。ゴム槌だとか。こう一周。よいしょ。角っちょでやると根っこは切れるので、絶対面で、角っちょじゃなくて面でこう叩いてあげます。だ、極端な話、下がアスファルトだったら、アスファルトにこう手で打ち付ける？でも OK。こうやって一周、どん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 と。で、そうやってるだけで、こう少し根っこがほぐれ始めます。結構これ便利です。知っとくといい方法です。で、そこで、このミニクマで、もしくはまあピンセット、まあみんなが持ってるピンセットの方でやりましょうか。ここまでやるとね、意外とこうやってほぐれやすくなるんです。こうちょっと華奢なピンセットでも。で、根っこは下の方に回っていくので、まず下の方から徐々に徐々に上に行く。で、鉢のサイズ、胴回り、だいたい1センチぐらいこうほぐれるように、こういうふうにほぐれるようにほぐしていきます。で、そして、上の方の土もやっぱり草の種、苔、粒子が潰れて、細かくなって水はけが悪くなっているので、上の方の土も落としてあげます。見てください。ほら、いい芽がたくさん出てるね。すげえな。この子はね、特に芽が増えやすい株が、こう、どん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 増えるというプチドールっていう種類なんですけど、育ててて面白いですね。こういう時期じゃないとね、こういうところって見えないから、すごく、観察するといいかもしれないですね。なので、まあ、芽が下の方に出てても、土を入れるときはこれぐらいの高さまで埋めてあげるっていうのが大切なことです。あまりね、浅くすると、どん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 株って下に潜ろう潜ろうとして、下から芽を出してきて株が逆に弱ってしまうので、注意が必要です。じゃあ、こちらのポット、先ほどは13.5センチぐらいのポットに入っていたので、今度は16センチ18センチぐらいのポットに植えたいと思います。で、こちらもね、相変わらず、これぐらいのサイズまでは、ロングポットの方が僕はいいと思っています。根っこがね、ロングポットというのはちょっと長めのポット。クリスマスローズの根っこはいっぱい張れますよ、というような
ところです。で、クリスマスローズの用土、まずは下に入れます。で、ここで高さを見て、これぐらいかなと。もう一回り大きくてもいいですけど、プチドールはね、やや小さめのポットぐらいの方が調子がいいので、今回はこのポットに植えたいと思います。はい、相変わらず一気に全部入れるんじゃなく、半分ぐらい土を入れ、3分の2ぐらい土を入れて、根っこの間に、こう、よーく突き込んでいくとか、入れていきます。よいしょよいしょ。ね、できるだけ根っこと土が接着面が多いようにして、隙間がないように、水の溜まり場所がないように、こう、つっついてあげます。で、ここで一回軽くトン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 とやってあげて、またさらに土を入れていきます。よいしょよいしょ。もうね、下の方にはほとんど入っているので、はい、そうですね。あまり浅すぎると根っこが見えてしまうので、よし、完成。ちゃんとラベルもつけて。はい。で、こんな感じで完成です。まあ本当にね、これを徐々にやっぱり大きくしていくっていうのはクリスマスローズにとってはすごく成長のことを考えるといいです。正直なこと言うと、花が咲くサイズになった時っていうのは少し根っこが回ったぐらい、あまりにもぎゅうぎゅうにならないで少し根っこが張った時ぐらいの方がいい花が咲きます。まあ適度な危機感っていうんですかね、ストレスというか、うるとぐわっと上がる。逆に今度ぎゅうぎゅうになりすぎると、もう私ここきついわというので、花が咲かなくなる、細かい葉っぱがいっぱい出てくるっていうことにつながります。はい。で、こちらも植え替えてから1週間2週間ぐらいしたら肥料をやるようにしましょう。ゆっくり効く肥料、クリスマスローズはね、1日2日でうわーっと大きくなるもんじゃないので、1ヶ月2ヶ月っていう単位でこう効いてくるような肥料を置いてあげると、あ、もしくは液肥をあげるといいと思います。で、はたまたね、こんな、これは極端な話なんですけど、クリスマスローズが鉢を割ってしまったみたいな。わかりますかね？鉢が変形して、鉢を割ってしまった。このスイートポットっていうのはね、すごく丈夫なポットで、手で割っても全然割れないんですけど、まあこんなになる前に植え替えなきゃいけないっていうのは本当なとこなんですけど、まあ親株でね、維持をしていて僕なんかは、少し種が取れればいいや、花粉が取れればいいやなんていう株なんですが、こうなる前に植え替えをしましょう。で、この時期はね、多少手荒なことしても、例えば根っこが切れてもすぐ復活するぐらいに成長してくれます。で、極端な話、こう、根っこを半分に、3分の1ぐらい切って、同じポットに新しい土を入れて、株を入れて、で、そうするともう1週間後には根っこがまた張るっていうぐらいに、そんぐらい成長がいい時なので、例えばこの後ご紹介しようと思いますけど、株分けをするだとか、地面で掘って違う場所に植えましょうだとか、鉢を変えたいわとかっていう方はこの時期にやるのが一番いいです。はい、じゃあ今回は大きい苗、中ぐらいの苗の植え替えということで、ご紹介をしました。また。